これが全財産です、ほんまに All our money 全財産のバスが兵庫県のベースキャンプの方に納車されるっていうことで、ということで今日なんですけど、ついにバスがやってくる日が参りました。家族仲間入りですよ、ルイさん。めっちゃドキドキする。大丈夫ですか？ワクワクする。まあ、埼玉で購入したのが大体2週間前です、ルイさん、うん、結構長かった。まあ、印鑑証明とか、何社か証明とか、まあ、名変更するのに必要な書類とか集めたりね、まあ結構大変だったんですけど、なんとか今日やってまいりました。はい、楽しみ。何分あと5分、あと10分か15分らしいです。到着予定です。ちょっと忘れた。どんな感じか忘れたんだねバスのさ、ちょっと忘れた、はい、どうですか、ちょっともだいぶ忘れました、結構前なんで、うん、で、まあ今回なんですけど、まあ、陸送で埼玉から兵庫県まで送るんだいたい9万から10万なんかガソリンとか全部込みでって言われて業者に頼んだら、で、まあちょっと高いなと思ってて、まあいろいろ友達に相談してたら、友達の友達になんと中型乗れる人がおるらしくて、その人にちょっと取りに行ってもらってます、埼玉まで。ありがとうです。まあお金は一応渡すんですけど、まあありがとうということで、このビール朝日さんもちょっとプレゼントしたいなと思います。ありがたいですよ、ルースさん。普通だったら10万9万ですよ。本当にかなり割引でいけましたよ。もし行ったらありがとうございます。はい、まあ僕が行ってもよかったんですけど、まあ僕まだドライビングライセンス27人乗りなんで、27人乗りやったら中型免許持っとう人じゃないとマイクロバス乗れないみたいなんで、まあ後々構造変更して僕も乗れるようになるんですけど、まあ今まだ乗れないということで、ありがたく行ってもらいましたということで、待ちますか。友達の大森くんと、大森くんの友達の大川くん、大川くんが乗ってきてくれましたよ、埼玉から。はじめまして。ありがとうございます。はじめましてね。はじめまして。どうでした運転？いや、楽しかったです。楽しかった大丈夫でしたか？あ、もう全然全然大丈夫です。はい、虫走るには虫が、ね、高速で高速でまあまあ当たってねよかったわ。長旅ありがとうございます。ということで、来ました。バスの方来たんですけど、また改めて皆さんにちょっと車内紹介をしたいなと思います。これはキャンピングカー作る前の感じをね、ビフォーアフターで見れたら楽しいと思うんで、で見てください。いきなりなんですけど、もうナンバーが来てます。ナンバーついてます。多分名義変更した時にナンバーもらってます。姫路200320-41。これまた同じですよ、トニーの2と。これ名前これでいいんじゃないですか、サニーで。あ、できる、サニー。できますよ、サニーで。もういい名前は。いい名前だと思いませんか。どう思いますか。はい、サーニーでサニー、トニーとサニーみたいな。サニーさん。サニーさん。なんとあれラッキーですよ、2がついてるって。これめっちゃミラクルですよ。でも多分サニー、色ちょっとオレンジ、違う色イメージ。ああ、ちょっとオレンジの太陽みたいな感じね。サニーボーイのほど皆さんよろしくお願いします。新しくね、家族も増えました。ということでちょっと紹介していきますか、どんな感じか、はい、周りからずっと見てお願いしました。はい、あ、でこれ見てください。これはなんかディーゼルの適合車なんで、なんか兵庫県は姫路かね、僕兵庫県実家姫路なんですけど、このディーゼル規制がめっちゃ厳しくて、なんかいろいろ他探した時もなんかディーゼルなんですけど、兵庫県姫路線乗れない、これ適合車じゃないと兵庫県では乗れないみたいな感じです。はい、めっちゃでかいな。やばいな。おお、いいね。まあこのここがなんかペトロ、ディーゼル車なんですけど、ディーゼル入れるところです。はい、ここですか。タンク、はい、ここにあります。でその横が多分エアコンのコンデンサーかなんかやと思います。エアコンのファン、はい、うん。でドアの縁が全部こんな感じで、警察の枠みたいなのついてます。で上を見てください。
上もなんかあのバーみたいな感じでついてますね、あれ。あれなんか使えそうですけどね、なんか。どうも、maybe ハンガー。Yeah, like hanger for my wetsuit. I actually wish they still had the prisoner bars on. Ah, really? It'd be so cool. あった方がいい。Do you think we can buy them and put them back on? バーあった方がいい、安全に。Yeah. So, 全部ウィンドウ、この感じ、スライディング。オートマティックじゃない。で、後ろ側なんですけど、こう観音開きっていうんですかね、僕らこの観音開きのやつがめちゃめちゃ欲しかったんで、ちょうどいいですよ、見てください。こんな感じで開けてくる感じです。はい、めっちゃいいですよ、これ。正直、多分やれ、欲しいものはない。ドア、バックドアオープン、これめっちゃいい。大抵な、どんなやつ、大抵なんていうバスやったらここだけで開くパターンのやつあるじゃないですか。で、後ろが開かないパターンのやつもあるんですけど、これは僕らのお気に入りです。ここからね、出入りもできるし、みたいな簡単に。最高ですよ。どうですか？ Go more or no? もう一個、もうこれ以上行かれへん。ああ、それだけ。もう分からんけど、フィックスしたらいけるかもしれない。ちょっと。まあ、いけるかもしれない。まだ分からないけど。まあ、皆さんちょっとこっち来てください。ここ見てください。この辺とか、結構ゴムとか、もうだいぶやっぱりおじいちゃんなんで、古い感じでもう錆びれてます。見てください。やばいですね。これも変えなあかんかもしれんね、このゴムとかも。多分ここから多分囚人とか警察の、あ、みんな囚人とか入ってたかもしれないです。こんな感じで手錠つけられて、こんな感じで、こんな感じで。 OK、Prisoner number 500576、切ってください。はい、です。よろしくお願いします。こんな感じ。続きまして、ここです、エントランス。ここが僕らの家のエントランスという部分です。よくぞ皆さん、はい、私の家です。で、ここができる、はい、手動とオートマティック両方できるらしいです。めっちゃスムーズ、はい、ここのバーで手動オートマティックに変えるんで、自動化、手動化。はい、どうぞ。すごいですね、シャッター。やってください。ノースモーキングもちろんです。もちろん。おー、いいっすね、このエントランス。皆さん、よくそう、よくそう。はい、まあ、でもちょっとエントランスがちょっと後ろっぽいね、助手席のちょっと後ろで、まあ、助手席はここからしか入れない感じです。はい、ちょっとこの辺はね、錆びてるんですけど、まあ中古なんで仕方がないですかね。おー、どうですか、立ててますよ、お兄さん。 It's, well, it's completely different, but I must stand up in here. This, oh, yeah, it's unbelievable. No words. Just being able to stand up is just, and I can put my hands up too. Maybe once we remove this, there'll be a little bit more too. I don't know. ちょっとエアコンも効くか、ちょっとチェック。エアコン。あ、こっからめっちゃ涼しいの来てますわ。めっちゃ来てます。あ、でも残念ながらこっからエアー来てないね。なんで？あ、来てる来てる来てる。次？はい。The rest of the bus. So 何年大抵？英語27人乗りです。27年。はい、OK。デザインまだ決めません。はい、まだ決めません。でも正直、一つ心配もの。うん、このステップ。Having this chair and this chair, they're going to be removed as well. So we need to think of an interesting idea. まあね、この段差が、まあ、ここにエンジンもあるんで、この段差をどううまく使うか、スペースを使うかっていうのをちょっと考えないとダメですね。Yeah. The most important thing is to use all the space. We don't want to waste any space at all. So, yeah, we'll make an idea. We just need to think a bit more. Sunny, 名前は決めた。決まりました。もうサニーで決定です。はじめブライアンにしようかなって戻ったけど、ナンバープレート見た瞬間やっぱサニーの方がいいと思ったんで、サニーさんにしたいなと思います。そう、今回ね、買った、なんでこのサニーさんを買った理由をちょっと言っていきたいなと思います。何年やったかいね。平成16年の2004年、2004。そう、older than 20。めちゃくちゃおじいちゃんです。めちゃくちゃおじいちゃんです。 He's younger than us. Younger than us, but めっちゃおじいちゃんです。でもなんでこれ買ったか言うと、前のオーナーさんが警察の、まあ、警察で使われてたみたいなんで、もうめちゃめちゃ点検されて、点検棒とかめちゃくちゃあるし、なんていう、なんかおじいちゃんやけど、毎年健康診断してるおじいちゃんみたいな感じなんで、ちょっと信頼できるっていう部分もあって買いました、今回。ね。もし、おじいちゃんでも全然健康診断してなかったら何持っとうか分からん。もしかしたらカンサーあるかもしれんし、怖いでしょ。やばい、ショッター。まあ、ということで、まあ、そういった理由で、まあ、前のオーナーさんが警察ということで、今回購入しました。はい。それが一つ。で、二つ目、このサニーさんは全長、長さか、7メーター30センチ。
っていうことで、まあ僕らでね、ずっとトニーさん、ちょっとちっちゃいちっちゃいずっと言ってたんで、まあ本物の家として暮らすには、まあ、これぐらいがいいかなって、ね、高さが、なんぼや、高さが 2m70 2m70 And you can also stand up、はい、全然スタンドアップできるんで、もう10cm、15cm ぐらい上がってるんで、もうこれもルースさんめっちゃ高い、欲しかった高さ、もう、おじルースもう腰痛くてね、おばあちゃんみたいになってもらったもんね。最近ちょっと腰痛い。腰痛い。もうルース最近ちょっとこんな感じやで、ね。あのこれからずっとこんな感じでいけますよ。はいはいはい。ね、よかった。今回今から楽しみ。おー、よかったですね。はい。で次なんですけど、幅が2m30。2m30。2m30。はい。と、うん、いうことで多分僕らこう横に寝転がっても全然寝れるみたいな感じです。でまあこれ以上にももっともっと大きいバストがあって、もうちょっと大きいバストが買おうかなとか思ってたんですけど、なんか僕らあのトニーと一緒に1年半日本一周行って、もう道がめっちゃ狭いとこばっかりで、これ以上大きかったらさすがに行けないとこばっかりやなと思って、まあ僕ら結構自然とか無料キャンプ場とか行くの好きやし、がっつりネイチャー系山も登っていくし、これ以上大きかったらさすがに無理やなということで、これぐらいのサイズにしましたね。 And also we went to some Naka places、うん、and the public bus is this size. ああ、そうやね。 Yeah,、うん、so actually it means that this type, this size can fit. そうやね。 It's good, ね。 うん。それでプラス、あとルースさんももし後々ね、運転するとなったら、うん、ルースさんもこれ以上大きいのは多分運転できないっていう感じなんで、ね、ルースさん。 Yeah, I think I'm comfortable with this size for driving.、はい、もちろん練習しないといけない、うん、でも多分後で自信あります。はい。でこれ重量も、重量なんぼやったっけね、 5.3 トンなんで、まあ、あの僕の今の免許では、運転 できません。限定解除っていうのがあって、限定解除っていうのをしたら 7.5 トンまで乗れるようになるんで、あのできるんですけど、その限定解除も中型や大型免許取るより結構簡単で、で、まあ、テスト受けてみたいな感じでできるみたいです。で、まあ、ルースさんも乗ろうと思ったら乗れるらしいんで、でもこれまたややこしいんですよ。なんか免許もなんか取った年によって全然違うみたいな。僕のおとんら あの年代の人らの免許やったら何もせんでも8トンまで乗れるみたいな。でも僕らの年代の人は5トンまでやんで、今回 5.3 なんで限定解除しないといけない。でもっと若い子らやったら 3.5 か3トンまでしか乗れないみたいな。同じ免許でも全然違うらしいんで、また皆さんもし買うとなったら地元の試験場とかに連絡してみて、僕の免許何トンも乗れるんですかっていうのを聞いてみたらいいと思います。まあ、ほんで、まあ、ルースさんも、まあ、免許をちょっとなんかルースさんの免許ちょっとややこしかったんですよ。もしルースさんこれ乗りたかったら、日本の今ルースさん免許持ってるんですけど、この限定解除するにはなんか講習、なんか普通免許取る講習みたいのを受けなあかんみたいな感じなんで、ちょっとまあルースさん無理かもしれない。一番いいのはルースさんがスコットランド帰って、スコットランドでこの 7.5 まで乗れるようにしてこっちで書き換えみたいなのが一番いいらしいです、聞いた話によると、うん、はい、はい、一番いいと思います。英語で、うん、英語でもやし、はい、はい、多分日本語で多分店舗でもわかんねえ、お金もったいない、お金もったいない、落ちて100円から落ちてお金も全部なくなってます。それは困るね、はい。で次にこのサニーさんを選んだ理由に、ディーゼルで、まあこのディーゼル車でもこのさっきも言った通り、なんかこのサニーさんは適合車なんで、あの兵庫県の姫路でも乗れるみたいな。まあそれはもうほんま県によって全然違うみたいなんで、規制のレベルが、皆さんももしあのディーゼル車買う際には気をつけた方がいいと思います。ね、うん、そうですね、ね、ね、わかります、意味ね、はい。そうありますか、スコットランドとかもある、はい、こんな感じあります。はい、I think they want to get rid of diesel cars eventually。 じゃあやばいやんこれ、yeah, もサニーさん、like, I think obviously our dream would be to have like an electric bus、like, that would be amazing, but obviously、ね、we don't have the budget for that、うん、and also it's quite maybe difficult to charge it a lot of the time as well、うん、so maybe in the future、 はいはいはい、 I don't know でもエンジンはあんまりちっちゃく大きくないみたいな、 4200cc みたいな感じなんで、そこまで大きいエンジンではない感じです。で次、まあ、これがすごいあの魅力的やったね。こう結構おじいちゃんなんですけど、このサニーさんね、あの走行距離が29,400っていうことで、めっちゃ少ないですキロ、うん、うん、めっちゃ少ない、やばかった、うん、だから見つかったやばいですよ、はい、こんなおじいちゃんやのに全然仕事してない。でこれから多分仕事させたらすぐポーン言ってまうかもしれんけどね。はい、スローライフありました、うん、そう今 his life starts今バーン、you know?
早く走れサニーって壊れてもらうかもしれんで、元気リタイアメント、元気リタイアメント、今からどんどん頑張ってもらわなあかんけど、まあ29,400ってこと、何言うたら29,400ってことで、これは結構魅力的でした。うん、うん、多分埼玉から、姫路まで、あ、待って、増えとうかもしれんね。はい、ちょっと I don't know, like 3% of his driving his lifetime. はい、まあということで、まだまだ元気もりもりでやってもらいます、サニーさん。はい、まあじゃあ次は何で選んだか、まあ、次の理由は外見がちょっとポリス仕様。まあルースも変な人やし、トニーも変な人やし、ショータも変な人やし、やっぱり新しい家族はちょっとユニークがないとダメですよ。はいはいはい、普通は面白くないんで。だから興味、興味ある。そうやね、ルースさん警察の囚人の護送車やってた瞬間、うわこれ面白そうみたいな。はい、はい、まあそれも選んだ理由ですよね。どうですか。はい、で次は、まあ残念なところ、残念なところもあります。まあさっきも言った通り、残念なところ、オートマティック、ルースさんも僕もマニュアルで運転するのが好きなんで、マニュアルが良かったんですけど、オートマティック。なんかでもマニュアルの方がなんか力ありそうじゃないですか。パワフル。オートマティック、ちょっと坂道とかちょっと心配ですよ。はいはいはい、力グエーンになるかもしれん。Yeah, but we had to like drop some of the things that we had to like meet in the middle.、まあでもトニーさんもこうベタ踏みでも なかなか進まない時もあるんで、ちょっとサニーさんにはちょっと面白い、頑張ってもらわないとダメなんですけど、yeah. どうですか。気をつけます、気をつけます。ルースさん暑そうですけど、はい、めっちゃ暑い、めっちゃ暑いめっちゃめっちゃ暑い、やばいですね、日本の夏。絶対扇風機買えないといけないDIY 倒れて死んでまうんちゃうんですか、ルースさん。やばい、無理、暑すぎて、 Wanna have heat stroke? You know heat stroke? 熱中症。 Yeah、続きまして、ちょっともうちょっと残念なところが、4WD じゃないって感じね。僕ら結構 4WD 探しててしたんですけど、まあこれ一番初めなんですけど、 What's it called? 三菱ローザ、ローザ、はい、時々ローザさん 4WD ありました。でも、はい、I hope we don't regret this one。 ほんまやね、まあ、僕ら結構山とかも登っていくんでちょっと怖いけどね、まあでもトニーさんでも 4WD じゃなくて、山とか登っていって結構全開でズーンって踏んでもうーんって言いながらめっちゃ遅いけど頑張って行ってくれてるんで、まあ、このサニーさんもなんとか頑張ってほしいですね。そうですね、どうでしょうか。はい、最後、運命の金額でございます。で一体いくらだったでしょうかっていうところはね、この動画のメインでもあるんですけど、まあ、車体価格が130万円っていうことで、130万円、でその他保険などあと輸送とかも全部含めて150万みたいな感じです。まあ、走行距離がもうすごい、魅力的だったし、もう出会った瞬間にもうドキンと来て、もうこいつやって決めたんで、まあいいんですけど、ルース銀行、ありがとうございます。大丈夫でしたか、ルース銀行。今、私たちの家です。はい。まあ、ルースさんが、まあ5年間、僕らこれから、ね、家建てる、家のためにちょくちょくお金貯めてきてくれたおかげです。ルース銀行のおかげで、買えましたよ。家族一人増えました、トニー、ルース、サニー、ショータで、はい、4人で頑張っていくんで、皆さんこれからもよろしくお願いします。ありがとうございます。なんか、アディオーズ、なんか最後一言お願いしますよ、お願いします。はい、なんか言ってください。バンバン勝負めっちゃ楽しみ。ああ、ショータの剣。ああ、そうですね、ショータのフロート剣。いつもご視聴ありがとうございます。もし動画がいいなと思ったら、この赤いボタンとベルボタンを押してチャンネル登録のほどよろしくお願いします。チャンネル登録をすることによって、お気に入りの YouTuber の最新動画をより早く簡単に見ることができます。最近たくさんの視聴者さんからチャンネル登録の赤いボタンを押しても登録ができない、登録するのにお金がかかるのかと質問がありますが、登録は無料で簡単にすることができます。ぜひチャンネル登録のほど皆さんよろしくお願いします。ということで、また次の動画でお会いしましょう。アディオー。